はい、次は、ここかな。オイルなんとか、パイプメイズっていうところ。よく見る。ね、結構イベントとかでもちょいちょい出てる。この石油の、なんだろう、コンビナとかなんか、うん、かな。このね、じわーじわじわーっとこう曲がっていくところ。プロコだったらこういう風にスムーズに曲がれるんだけど、キーボードだとね、こういうところとかもね、じわーっと曲がりながらくぐっていく必要があるから、キーボードだとちょっと難しいかも。で、ここ、一瞬減速しないと、ぶつかっちゃう。ポンってぶつかっちゃうんで、ちょっと減速した方がいいかもです。で、ここ、じわじわー、じわじわーって言って。ただね、やっぱりね、前回の動画だったかな。キーボード。前々回の動画か。キーボードでちょん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 ってやった方がやっぱり、早そう。やっぱりじわーっと曲がってるところでも、曲がってる最中ずっとスピード落っこっちゃってるから。まあその辺は、キーボードで慣れてる人はキーボードで飛んでみてね。はい。じゃあ次。次はね、ここ。プロップタウンサブウェイスラローム初めて読めた。です。で、ここの機能はね、タイトル通り、スラロームは機能かな？この先がね、柱の間をこうスラロームしていくんだけど、ここがやっぱり、アナログコントローラーとか、プロポとかだったら、そんなに難しくないかもしれないけど、でもやっぱり、キーボードだと、ちょっと、ちょ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 んちょんちょちょちょんちょんちょんってやんなきゃならないだろうから、ちょっと難しいかもしれません。で、ここで2周目になるのかな？2周目に入って、で、ここから、またいつものさっきのスラロームを、クリアしていこう。ここは、本当に、プロコだったらそんなに難しくないけど、ゲームのコントローラーだったら本当に難しい。結構ギュンギュンギュンって動いちゃうから。で、あと、ここかな。ここね、こう、ぐるんと回り込みながらこう行く。この今の部分はね、ラインをちゃんとトレースしないとね、なんか止まっちゃったりするの。今もちょっと減速してたんだけど。そう、この機能かな？ラロームのところとさっきのギューンって回り込むところ。気をつければ大丈夫。はい。という感じです。で、次は、次のコースがね、この次これ、さっきと同じ街の中なんだけど、プロップタウンプラザーパニックって言ってるんだけど、ここね、難しすぎて、大変。2時間ぐらいやって、ようやく、完走できたみたいな感じ。結構、上下高低差がすごく激しくって、ラインから外れちゃうと、ね、何回も言ってるけど、高さの調節がうまくされないから、結構ね、ここも一瞬だけ減速すると結構適当でもクリアできるんだけど、ここがね、この急降下しているところが、ラインの乗り方でね、高さの、調整のされ方が全然違って、で、今のコンテナ2つビュンビュンって曇ったところのね、1個目のコンテナでね、うまく入れないの。で、いろいろやって、いや、どうにもなんないねってなって、で、結局今みたいに看板のところにゴムってぶつかって入るのが一番早いかなっていう感じになっちゃってます。で、なんとかうまくできないかなと思って、減速、スロットルを閉じたりするとね、またこれもまたうまくいかなくって。で、いろいろ悩んだ挙句、とりあえず、これでいいか、みたいな感じ。これでラインの外側飛んでるけど、今度ラインの内側飛んじゃうとね、まともに下がっていかないとかね、高度が下がっていかないとかってなるから。
ここはちょっともうちょっと模索をする必要があるかなっていう感じで、これでゴールです。ここ本当に難しいから。一回やってみてください。アーケードモードはね、このラインをね、ちゃんとトレースする、トレースの仕方とかでも変わってきちゃうから、ほんと大変。まあ、アクロもアクロでね、操作自体難しいから大変なんだけど。で、ここまた読み方がわからない街の中、今回は夜だけど、今回はね、タウンしてからこの狭いマクドナルドのゲートをくぐんなきゃなんないんで、結構大変。で、ここもさっきと同じように、タイミング間違うとゴチンってする。で、今のところが、クレーンがね、なんか置かれてて、クレーンのなんていうのかな、アーム?ドームっていうのがね、夜で見えないけど、あるから、こことかね、左側にあって、で、ここ今度、曲がるとまた右側にあるから、ここをぶつかんないようにちょっと気をつけましょうっていうところで、で、ここ最後のターンしてから、降りながら曲がりながら、ほら、ゴールみたいな感じで、ここも難しい。さっきのコースよりかは簡単だけど、ここもここでね、結構難しいですよ、という感じです。はい。以上で中級のトラック、タイムアタックのトラックの紹介は終了です。はい。じゃあ次はね、上級トラックの紹介していこうと思います。はい。じゃあそういう感じで、今回は以上です。はい、中級コース、中級トラックの紹介、前編後編でお送りしました。はい、またご覧ください。ご視聴ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、それでは。